罠内法侵入、密漁者に使用されたスプリングガン、偽装を施し上に乗るか接触すると起爆する。多くの場所で設置保管が禁止された。東ドイツの国境部で設置された、試行性3段発射地雷 SM-70 のレプリカ罠、またはトラップは仕掛けられた側が知らず知らずのうちに被害を受けることを目的として、 仕掛ける側が何らかの手段を密かに講じることを指す。もしくは、講じた手段そのものを指す。ここでは、動物や人間を捕獲、拘束、殺害を目的とした道具や仕掛けを扱う。罠の歴史は古く、文明が発祥するより以前にはすでに落とし穴が、狩猟に利用されていた。日本では、旧石器時代の落とし穴以降が出土している。日本初期、 天武天皇4年3月10日上には筋肉食令の一環として折り落とし穴自家系ありを作ってはならぬという命令が出されている。また、魚介類を逃げられないように閉じ込める受けなども漁業で使われた。罠は大人にも使われた。古代エジプトの墳墓に洞窟者対策の落とし穴と見られる構造も残っている。日本神話に登場する山と竹と草薙の話や、 三国支援儀において、諸葛亮が得意とするひぜなど、フィクションにおいても罠はたびたび登場している。近代以降も、大人では、ゲリラ戦、人間以外の動物に対しては、狩猟や農業への獣害防止、害虫駆除、漁業等の目的で利用され続けている。現代の日本における狩猟でも罠は使われている。猟銃による射殺より、 良質なジビエ肉が採取できるとして評価されている。自由に使用できるわけではなく、鳥類や動物に対しての罠の使用は、鳥獣保護法による制限を受けることがある。また、魚を対象とした罠が禁止、または許可制となっている地域もある。物理的に動物や人間を捕らえる場合以外に、比喩として多用される。例えば、発展途上国の経済が発展して労賃が上がり、 強みとしてきた低コストが失われる現象を中所得国の罠と呼ぶ。ありがとうございます。